この番組は神伝説を残す男たちの記録である。別々交換で神伝説コスプレトレイン。なんやそれ。これまで様々なコスプレに挑戦してきた天神アクターが今回新たなコスプレ企画を立ち上げた。挑戦するのは坂田、沢亮、そして孫氏。3人が物々交換しながらある芸能人に変身するという超難関企画。でもさ、交換できるかなこれ。だってこれだけとかいらんよね。いらんよね。これだけとか。確かに。北九州市を走る JR 鹿児島本線で行うこの挑戦。折尾駅をスタートし門司港駅がゴール。3人とも必ず物々交換しなければ次の駅には進めない。制限時間は13時間だ。肝心のコスプレテーマはくじ引きで決定。まずは孫氏。いきます。じゃん。うわいねえでしょ。いないっしょ。これむずいやろ。北九にはいないよ。続いて沢亮。最近の問題。待って待って、これアイテム一つしかないじゃん。これどうすればいいの。で次はぎ。最後は坂田。ドン。うわいねえ。いないこれ。いや俺したくない。孫氏が目指すリューチェルはバンダナと短パン。そして沢亮のマツコはゴージャス感のある服がポイント。坂田の長野は青シャツと赤パンツが肝だ。果たして神伝説達成なるか。コスプレトレイン出発進行。朝8時折尾駅から伝説は始まる。とりあえずメインになるアイテムを探す。見つけたら早速ゲットする、うん、わ日曜の朝は人いないぜ、ね、うん、わーここマツコさんいそう。この通りそれでどっかのお店に降りそうや。あーポイ乗った、ポイ乗ったよ。どれ。おポイ乗ったよ。マツコさんっぽくない、あのスカート。それなんかあんまりマツコさんっぽくないわ、ちょっとね。聞くこと自体がもう本当に怖い。めっちゃ失礼よ、だって、ね、物々交換というハードルの高さに尻込みする3人。人がおらんな、ね、なかなかコスプレテーマに合う人が見つからず、早くも30分が経過と、その時。おお、どうも。ありがとうございます。天神アクターのファンと遭遇、行くしかない。今僕らあの物々交換をしてまして、はい、このベルトなんかすごいリューチルさんっぽい。ベルトを巻いちゃう。バンダナ持ってくればよかった。靴下っぽくない。靴下あ、ぽい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 よ。あ、ぽい。ペコちゃん。ぽいぽい。ペコちゃん。ペコちゃんだ。あの、良ければなんですけど、このあの靴下と交換とかダメですか。良ければなんですけど、本当にめっちゃ入っとるのね。ブルワ式乙女の靴下と物々交換。ファンとはいえ、これは難しいか。ちょっと待って、ちょっと待って。臭くない。まだ大丈夫です。まだ、まだ大丈夫。本当に。大丈夫です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 か？よかった。ありがとうございます。まさに天使との遭遇で初めての物々交換成立。ありがとうございます。ゲット。ペコちゃん。あ、でも早速っぽいよね。いいですか。あーぽいね。ちょっと近づいたよ。こっから始まるよ。ペコちゃんからね。こっから始まるよ。ペコちゃんから始まる。ありがとうございます。ありがとうございました。開始から40分、リューチェルへ一歩前進か。